チャーハン大盛りお待ち。どうも、みつでございます。はい、雪中キャンプに来ております。てかね、今日2日目なんですけど、1日目はちょっと蒸し釣りとね、あんこう鍋を食べて、で2日目はと、まあ別々でソロで撮ろうっていう、ちょっと YouTuber みたいなことをしております。というわけで、今日は雪中中華キャンプですね。早口言葉です。雪中中華キャンプ、雪中中華キャンプ、雪中中華キャンプっていう早口言葉で今日はやっていきたいと思います。とりあえずテントは立ててあるんで、ちょっとね、雨っぽい雪っぽいやつが降ってるんで、タープだけ立てて焚き火でチャーハンを作っていこうかなと思います。それでは行ってみよう。というわけで準備が完了しました。いや、雪中の上なかなか設営は大変ですね。はい、ただ結構ね、ちゃんと圧雪してくれてるんで、歩きやすいは歩きやすいです。で、焚き火の準備して、今日はチャーハンを焚き火でやっていくんで、焚き火の準備をしていきましょう。その前に一杯行かせていただきます。乾杯。爽快だぜ。じゃあ巻き割って火を入れていきましょう。じゃあ焚き火も火がつき、いや焚き火に火がつくとあったかい、気持ちいいですね。焚き火めちゃくちゃいいわ。乾杯。冬の焚き火が一番いい。そしたらまずご飯を炊いて、で餃子を買ってきたんで餃子も焼いて、でご飯を炊き上がるの待ってチャーハンに行こうかなというふうに思っております。それでは準備していきましょう。冷たい、冷たい、冷たい。はい、じゃあお米をね、今浸水させてます。あのね、割とあの浸水を誤解してる方がいらっしゃると思うんですけど、僕が習ったのは浸水は浸水で別の水でやって、
で、浸水が終わったらザルに開けて、それで、そのお米に対する水の量を入れるっていうのが、僕が習ったやり方です。まあ大きく変わるかっていうとそんなに変わらないんで、そこまでね気にしなくてもいいかなと思うんですけど、まあ正しい浸水方法としてはそれが正しい浸水方法ですね。はい。ただ僕も、米1合に対して1合ちょっと入れて、浸水分ちょっと入れて炊くっていうのをやっちゃうんで、水加減でね調整できればいいのかなというふうに思っております。お米の豆知識でございました。というわけでもろもろやっていきましょう。はい。本日はスーパーで餃子を買ってきました。生餃子ですね。ちょっとねこのビニールに包んでる感じがすげえいいなと思って、ジャケ買いってやつですね。よし、包みニラ餃子、こいつを焼いていきたいと思います。接中油の半固体になってるやつね。で、餃子を乗せていこう。あ、いい音。うまそう。シワシワだ、この餃子。うまそうだな。ギリギリまで行きたい。ギリギリまで行きたい。ギリギリまで行きたい。あ、横ばっかり。よし。OK。うまそう。よし。それで、蓋をする。うどんかな。中華といえばハイボール。いただきます。ねえ、餃子もねいい感じだと思うんで開けてみましょう。さあ、オープン。おー、まあまあいいんじゃない？まあまあいいんじゃない？ねえ、まあまあいけてるんじゃない？あ、いい感じのこんがりか。ちょっとね。ここはいい感じだ。ここはいい感じ。よし、とりあえず食べよう。うまかった。じゃあいただきます。想像の3倍うまい。そして煙、うまっ。これはハイボールですね。ハイボール案件ですね。これは薄皮はうまいな。うん、これは無限だわ。無限ハイボールですね。うまっ。餃子ってうまいな。あ、ちょっとだいぶ焦げついてるところもありますね。焚き火でやるのむずいな。だいぶ焦げついちゃったところもあります。はい、正直に言います。
今日もほろ苦いぐらい。雪の上でこの感じがめちゃくちゃいいですね。雪の上なのに熱々のものを食べれる幸せ、これが雪中キャンプの醍醐味ですね。ああ最高だ。じゃあお米も炊いていこう。はい、じゃあ米を炊いていきます。今日はバンコ焼き、今日もか。このね、米この感じね、白くなって、ちょピントが合ってないか。白くなったらちゃんとこう浸水されてるよって教えてくれてますね、お米さんが。ここに入れて、今回1合なんで、1合浸水してるんで、1合ぴったりで OK ですね。で、ただ今日のやつって、新潟のお米で水分量が多いんで、チャーハンは気持ち固めのお米の方が炒めやすいんで、180cc よりも少し、160cc ぐらい。浸水させてるしね。これで炊いていきます。ちょっとね、固めに炊けるけど、新潟のお米だから、多分、ちょうどいいんじゃないかなと思います。これで、炊いていきましょう。お米はさすがにガスで炊く。じゃあ、米に火を入れていきます。公園で炊きます。チャカメカファイヤー。おお。よし、じゃあご飯が炊けるまで、ちょっと焚き火で、焚き火を楽しんでいきましょう。ちょっと、火がね、チャーハン用に、燃やしとかないといけないし。ね、焚き火で、焚き火をやっていこう。材料切んないといけない。材料も切りましょう。まあ材料も簡単ですからね。それでは材料を切っていきたいと思います。シンプルです。今日チャーハンは、僕はまずネギね。ネギは粗みじん、これね、昨日の残りの下仁田ネギですね。下仁田ネギをやっていく。ちょっとザクザクと大きめに切っておけばいいかなと思います。こんぐらいザクザクで OK じゃないですかね、チャーハンは。あんまり細かくしてもね、水っぽくなっちゃうし、あれなんで、これは別、シェラに入れといて。あとは、大事なやつ、チャーシュー。これあれです。今日朝食も取ったんですけど、朝食で食べた、ラーメンのチャーシューを取っときました。チャーシューがね、入る、入らないんじゃ、チャーハンの味は格段に変わってきますからね。角切りぐらいにしときましょうかね。よいしょ、これで OK。 で今日はあれなんですよ。僕は正月にチャーハン作ったんですけど、あ、チャーハンじゃない、チャーシュー作ったんですけど、その時に作った返しチャーシューのこのタレ、これをね、香り付けに入れていこうかなと思ってるんで、醤油ベースのチャーハンって感じですね。これがうまい、これがうまい。これちょっとね、作り置きしたいぐらい僕気に入ってます。はい、じゃあこれであとはご飯が炊き上がって炒めるだけでございます。卵を忘れてました。卵 OK、 これで準備は完了だ。ご飯もいい感じですね。これぐらい蒸気が出たらもう火を止めちゃって大丈夫です。あとはこのパン粉焼きの余熱で火が入っていきますので、簡単なんですよ、バンコ焼き。しかもうまい、おすすめです。大事なやつ忘れてました、このニンニク。今日ニンニクチャーハンにしようと思ってたんですよ。でニンニク忘れてどうするんだって話なんですけどね。このニンニクなんですけど、青森のニンニクで、僕今ニンニク醤油パウダーっていうのを作ってるんですよ。これですね、これ試作品なんですけど、あ、見えないかな、これ、こういうやつ、ニンニク醤油パウダー作ってるんですけど、このニンニクをパウダーにして作ってます。そのニンニクをね、ちょっと今日工場の人にいただいたんで、それでニンニクチャーハンにしていこうかなと思います。じゃあ切っていきましょうね。
立派じゃない？これすごくない？これこれで一塊なんですよ。中国産のねニンニクとかはとは全然違う大きさで、これ香りとあのコクがすごくあって、青森のニンニク僕大好きなんですよね。なんでね、これで今日はチャーハンを作っていこうという寸法でございます。ちょっと目をね出てきちゃって取って、よいしょ。で、まあ、粗みじんでいいですね。粗みじんで近いとこかな。チャーハン一人前にこんなにニンニク入れたらもう明日は臭い臭いおじさんですね。はい、間違いなく。でも入れちゃう。明日はね、別に人に会う予定もないんで帰るだけなんで、ちょっと盛大にニンニク臭くなっていきましょう。よし、すごい、めちゃくちゃいい香りする。よし、 OK。 こんなに入れて大丈夫か、胸焼きそうだな。まあいっちゃおう。よし、 OK。 これで正真正銘準備は完了でございます。ご飯もいい感じなんではないでしょうか。開けてみましょう。あ、いいツヤしてますね。いいツヤしてる。あ、いい感じです。ちょっと固めの感じがベリーグーですね。オーケー。じゃあこれでチャーハンを作っていく。チャーハン作っていきましょう。まず油ね、油をしっかりなじませることが大事ですね。鍋肌もねしっかり温めるのがいいですね。この背徳パンって高さがあるんで、あの水が入ってビチビチうるさいですけど、高さがあるんで、ここの、ね、横が温まりづらいんですよ。あの家のガス台でもそうなんですけど、ニンニクはもう入れとかないとダメですね。ニンニクはいい香りじゃん。これで飲めちゃう。シャンパイ。しっかりフライパンを温めてから卵ご飯を入れていきます。もういいかな。イン、卵は若干こうするで、すぐご飯も入れちゃう。OK。 あとはほぐす。あー、めっちゃうまそう。もううまそう。いいね。ちょっと火が弱いか。ばらけたところで具材、
あ、うまそう。具材が入ったら塩。あとでさっきの返しが入るんで、ここは薄めにしておきます。あとはシャンタ。あ、シャンタ出ない。どうして？ちょっとシャンタ、シャンタが出ないよ。どういうことだ。シャンタ少々で、味の素も少し。ええやないですか。パラッパラやん。あとは調味料が馴染むまで炒める。めっちゃうまそう。湯気が出すぎてチャーハンが見えてないんじゃないか説が出てますね。一回味見する。うまっ。そしたらこのこれをね入れる。あ、いい音。そして味に深みを出すのにここで牛脂を入れます。牛脂これで置いた。牛脂これでね味に深みが出ます。でごま油も少々巻き入れて。あ、おいしそう。おし、これで完成です。あとは馴染む味見。が、うまっ。よし完成。よいしょ。美味しそう。美味しそうじゃん。美味しそうじゃん。美味しそうじゃん。よいしょ。よっしゃー。オッケー。あ、崩れちゃった。崩れちゃった。チャーハン大盛りお待ち。食べよう。食べよう。それではいただきます。うん、うまっ。うん、うまっ。ニンニクやばっ。うまちゃんじゃないですか。うん、牛脂もめちゃくちゃいい。コクが出てる。焚き火でやるとパラッパラっすね。うまい。